こんにちは、レント2025選です。今日はこちらにある神経性8万型と子供の国線 Y0K の牛連射の線区配治療 N ゲージ化改造をしていきたいと思います。お待たせいたしました。今日はこの神経性8万型の N 化改造関連の配信動画です。前回西部3万系で N ゲージ改造配信動画出してたついでに神経性8万型の N ゲージ化改造はすでに完了してるっていう感じです。今回使うのはこの加藤のビストレの車輪を2つ買って、もうすでにこちら開けていますが、であとトミックスの BS52 パンタクラフ、これ2個入り2つ買って、あと動力ユニット 18m 級の動力ユニット 18m 級の A 版を買いました。でそれらをしつけて子供の国線治療と神経性の一部の N 化と少しずつの N 化と神経性8万型の全ての N ゲージ改造をこれからやっていき、配信動画、今日の配信動画の内容です。まずはこちらにある動力ユニット 18m 級の A、 川崎のポポンテッターで先週もうすでに買いました。まあ、今回はこの 18m 級の A の動力ユニットで、今回こちらの車両8万15にちょっと今回これに使用します。まずはこの3両の車輪、まずはこのビストレの車輪で、この車輪 3両を車輪を変えていくっていう配信動画からやっていきます。まずこのビストレの車輪8個入りで買いましたので、こっちはもうすでに3両をすでに動力ユニット組み込んで、まだプラスチックの台車をはみ込んでいますので、これからこの3両をこの金属車輪に変えていきます。加藤製品の金属車輪に変えていきます。あと収録外ですが、ご覧の通りもうビストレの車輪を開けてしまいましたので、この1両メインにちょっと やっていきたいと思います。このプラスチックの車輪を外します。はい、さようなら。この通りプラスチックの車輪を外して、はい、さようなら、さようならよん。はい、このプラスチックの車両はもうやっとおさらばだぜ。で、この加藤製品の車輪をこっちにはめ込みます。見えますかな、こんな感じではめました。で、こんな感じで終わりました。以上、収録外ですが、こちらの3両で金属車輪をはめ込んで N ゲージ化改造はこちらの3両も終わりました。もう重りもすでに前回西部3万系の N 化改造の配信動画の時にすでにこの3両重りすでに組み込んでいますので、もうこちらの2両はすべて N ゲージ化改造終わりました。続いてこの
子供の国線の牛電車の NHK 改造の広報に入りたいと思います。先ほど分解しましたので、この4つの車輪が余っていますので、子供の国線にもついでに牛電車にもついでに使っちゃいましょう。まず広報、まずご覧の通り座席リールの車体を外します。まずこのゴム系接着剤で、ゴム系接着剤でちょちょちょ、適量にゴム系接着剤で引っ付けます。そこでここのナックルの穴で、これでご覧の通り押し込んじゃいます。そしてこれで元に戻して、はい、完了っていう感じで、先ほどのように台車を外で、先ほどのように子供の国線の牛電車の先頭車1両のみですが、 NK 改造は完了しました。新京成8万型の次は、京成3100型か、子供の国線も NKH 改造を進めたいという気持ちは考えております。これのついでの改造は終わりました。以上で、続いてパンタクラ、前回開封動画の時にパンタクラフなしで新京成8万型の開封動画で去年配信動画で出しましたが、もう本場のパンタクラフも設置していきたいと思います。今回使うのはこのトミックスの CB27N 型パンタクラフ2個入りを今回使用します。ちょっと以上収録外ですが、ちょっと開封しときましたので、これから設置してきます。まず穴を開けて、穴の通りこんな感じで設置して、こんな感じで設置が完了いたしました。また収録外でもちょっと順次やっていきます。以上、こんな感じで新京成8万型のパンタクラフのシングルアームパンタクラフの設置は完了いたしました。で、続いてこちらの車両に動力ユニットを設置していくっていう作業に入りたいとは思いますので、今回使うのはこの動力ユニット18メートル級の AAA の動力ユニットです。こんな感じで、じゃあ開けていきましょう。箱、これが本体で、台車枠は今回はこっちの方を使います。で、この今回使うのはスペンサーの M こっちを使います。
で、これは今回も使いませんということです。そしてこのカプラーは今回使います。まあこれも収録外でちょっとやっておきます。ご覧の通り、この通りにもう加工の準備も入りましたので、今回のこのシャーシは使いません。さようなら。さようならよ。このプラスチックの車両もおさらばす。こっちはもう予備に置いときます。今回使うのはこちらの車輪です。その間で、あと、こちらも今回使います。で、今回これらの工房でこれからちょっと N ゲージ改造の動力ユニット設置の工房に収録外でやってきます。以上、こんな感じで動力ユニットの加工も無事終了いたしました。あとはこれでボディとトッピングしたら終わり。ああ、ちょっと。さっきちょっと。収録外ですが、もう動力ユニットの設置も無事完了いたしました。もうこんな感じで N ゲージ化改造は終わりました。まあせっかく神経性8万型ので、こちらのシャーシはもう支障ありません。さようならよんという感じです。まあこちらも終わりました。以上、こんな感じで神経性8万型の N ゲージ改造は全て終わりました。前回西武3万系の N ゲージ改造で配信動画出した時、先頭車のみ終わりましたが、この間の去年の開封動画でも配信しましたが、まだ N ゲージ改造は終わってなかったけど、今日無事 N ゲージ化改造は終わりました。次回 N ゲージ改造の配信動画は、子供の国線の Y00 系か、京成3100型を、京成3100型か、大洗かしませんのキーハー8000などの配信動画を企画しています。まあこんな感じでもう N ゲージ化改造はもうすべて完了して、先週川崎のポポンで買った 18m 級の A の動力ユニットをこんな感じで8万15号車に設置化完了いたしました。ご視聴ありがとうございました。明日の配信動画予定は、神経性8万型の N ゲージ改造を終わりましたので、松戸に来る車両たちの配信動画を企画してします。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。高評価はぜひよろしくお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。